りがとうございます。フェス終わりました。はい。お疲れ様でした。昨日まであんだけ多かった人も、もう今日は誰もいません。僕しかいないですね。はい。ちょっと寂しいです。はい。英語のもがらんとしてしまったので、まあこれから片付けていつもの当時にしていきたいなと思うんですけど、まずは3日間お越しいただきました皆様ありがとうございました。また手伝ってくださった生徒のみんなもありがとうございました。はい。昨年以上に大盛況で終わりまして、事故なくできたのが何よりかなというふうに思います、はい、来年もさらにパワーアップして戻ってまいりますので、今年来れなかった皆さんはまた来年ぜひお越しいただければと思います。ありがとうございます。でフェス中の動画を私、はい、撮ったんですが、はい、接客とかしながらだったので、すごい中途半端な動画になってますですが、内容がね少しでも雰囲気が伝わればと思ってこの後動画にしますので、はい、ご覧いただければと思います、はい、最後にあれしましょうか、ちょっとだけ話しましょうか。そうですね、はい、じゃあ動画の最後に、少し、感想を神田さんから聞きたいと思います、はいはい、ですの VTR 3、2、1、9 9だけに、はい、前日準備、はい、どうですか？疲れます。いろいろ手伝っていただいて準備しております。おはようございます。フェス開幕30分前ぐらいですね。はい、もうお待ちの方が何組かいらっしゃいまして、はい、大変ありがたいですね。こんだけ、まだ人は増えますけど、はい、一応たくさんお手伝いで、はいはい、やりますので頑張ります。8もお安いですね。安いんですかね。相場はわからないです。今日はお手伝い、監督の友達の、はい、手伝いに来てです。先生なんでボランティアで来ております。ボランティア先生です。文化は大事なので。文化を偉い生徒にも見せたいですね。社会でね大事なので、はい、教えていこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、先生。はい。おはようございます。今日フェス当日ですけども、何か買う予定はあるんですか？今日は予定はそんなないですね。ないですか？先生教室開放ということで、うん、いろんな人がお客さん来たらね、いろんなわからないことあったらいろいろ説明してきますね。はい。よろしくお願いいたします。はい。はい、じゃあ、当日です。お疲れ様です。初日今1時15分です。落ち着きましたね。落ち着きました。ただ昨年以上のお客様の、入りでして大変嬉しく思っております。飛行機の音に負けてると思います。声が。売上的にも過去のかなりいい感じなので、引き続き頑張りたいね。そうですね。あとは月曜日の祝日でまた、ね、最終日、そう土日に来れない人がいると思う。明日多いと思う。明日も多い。真打ち登場なんだ。真打ち登場。今後まだ今回めちゃくちゃ量あるから。はい。まだまだ余裕ですね。全然ありますね。はい、ぜひ皆さん2日目をよろしくお願いいたします。はい、8がまだ半分以上残ってる。はい。怖いです。大丈夫です。いっちゃってください。はい、いただきます。いただきます。冷たい。冷たい。お疲れ様です。ちょっと午後になって落ち着いてきたので。いいね。いいね。CM 来ますね、これ。終わりかな、一日。はい、終わりました。どうでしたか。結果は。もう昨年以上のお客様にお越しいただいて。疲れました。初日にして。いや、どうでしたか。いや、そうですね。疲れました。あと2日。あと2日ですね。明日は昼間さんときみこさん来るんで。はい。頑張りたいと思います。頑張りたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、初日。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はですね、昨年以上にたくさんの人にお越しいただきましたので、売り上げが1300円になりました。だいたい去年とかだと初日でそんなにいった？多分それに比べると大幅に過去最高ですよね。過去最高の初日の売り上げとなりました。素晴らしい。はい。それに引き続いて、2日目、3日目、一応、雨予報はないので、また同じように人もお客様も来ていただけると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。三島さんは出てなかったから。はい、もう一日ご苦労様でした。僕はちょっと後半2時間ぐらいですけど、ね、2時間ぐらい、いい気はね買われちゃってるみたいなんですけど、そういや2日目もねちょっと掘り出していきたいなで自分のもちょっとね追加もね楽しみですけどもね、お客さん切れなかったね。あ、すごいすごい。確かにお昼ご飯食べる時間も少なかった。ああ、大変だ。こっちの方はあんまり来られなかったですね。ずっとここでね教室やってました。大変でしたね。また明日もねやりたいと思います。はい。じゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい。ビール飲みたくなってきた。お昼ね、お昼にビール飲みましょう。ああ、しまった。サプリが増えてきた。東尋フェス2日目です。はい。雨がぽつり降ってきましたけど、降らない予定なんですけど一応。はい。はい、今日は、昨日いなかった2人来ます。じゃん。まだまだいいのがたくさんあります。で今日は長野も今日やるんですよね。今日もはい。時間たっぷりあるんで買って作るってことが今日時間たっぷりあるんで。同じこと言ってますね。はい、お待ちしております。あ、これ今日あげないです別に。あげない。あ、今日あげないんだ。あ、ショート取りましょうか。宣伝用のね。宣伝用か。はい、おはようございます。東尋園盆栽フェスですね。今日2日目ということで、新藤さんと参加してます。はい。で、今日来たんですけど、まだまだねいい木がたくさんあって、私もついつい欲しいのが一つあって。ゲットということで、この辺のもの、この辺は新藤さんコーナーですよね。まだ500円コーナーたくさんありますね。私はおすすめこれなんです。これ安いと思うんですけど、っていう自分の宣伝しちゃいます。ということで、この辺ずーっと行って、この辺もですね、あとこれがね、なんで誰も買わないんだろう。これかんちゃんの宣伝でも出てた1000円のやつ、これ絶対に何本かあったんですよね。そう、まだ残ってます。絶対、いや1本欲しいなと思ってるんですけど、売れ残ったら明日買っちゃうかもしれない。ということでたくさんありますんで、はい、残り5秒ください。はい、中の教室もやってますんで楽しんでください。よろしくお願いいたします。お願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。オープン。一番張り切って。今日も6万円入れたし。おはようございます。おはようございます。もう始まっちゃうんですか。今3日目ですけど。はい。疲れはどうですか。疲れは。来てます。もう初日から来てますけど、初日っていうか私は来てないんだけど、はい、でも商品たくさんまだいっぱいありますね。はい、値下げ合戦が始まっております。なんか買いましたっていうか、私は1個買った、川崎先生の。うんで、1000円のっていうのは売れちゃいましたよね。昨日言ってた、買ってた人、背の高い人があーっつって、ショートでやったやつはみんな売れてましたね。今アップこれ新井さんのこれおすすめ、林業1000円、これすごい安い。今残ったら買っちゃうかもしれない。残ったら買っちゃう。あと当時園のこれがここら辺の心拍が安いんですよね。そうですね、今回めちゃくちゃ安いです。2500円、これで1500円だ。しかも全部曲ちゃんと入ってますね。あと人気はこの辺が人気ですよね。黒松、五葉松のこの辺が買いやすい。しかも動画でね、作り方も出してるから。ああ、そうですよね。最終日が終わり、ここから打ち上げが始まります。メニューはカンタさんの BBQ ということで、お昼が多かったのであまり腹減ってないと多分と思います、みんな。はい、けどまあ振る舞いたいという気持ちですね。シェフカンタのめっちゃ染み飛びそうな T シャツで、はい、宴の時です。じゃあ皆さんはどうもお疲れ様でございました。お疲れ様でした。ちょっとご挨拶させていただきます。本当に暑い真夏のような日の中、3日間、本当にみんな愚痴も言わずに一生懸命やっていただいてありがとうございます。またこういったつながりがですね、人の輪となって、この当時園の屋台場には皆さんに支えてもらって本当に感謝申し上げてます。で、特にキューちゃんの田口さんもね、皆さん世話になってますので、また中心に今度は頑張っていただきたいと思います。じゃあどうもお疲れ様でした。乾杯したいと思います。乾杯。乾杯。カンタから売り上げ発表が。はい。すみません。じゃあ初日から行きましょう。はい。土曜日初日でしたけど、100円。2日目が3360円。この時点で、去年の売り上げをオーバーしてます。で、今日本日が9200円です。総計で8660円、去年より10万円多い。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ焼きますので少々お待ちください。振る舞いだ、振る舞い。締めになっちゃうんじゃないですか。焼きましょう。はい。当時園フェスタ、皆さん大勢の方来ていただいてありがとうございます。私3日間来たんですけど、お客さんもひっきりなしでね。で、私相談コーナーにいたんですけど、相談に来られる方もいっぱいいまして、盛大な当時園フェスタができました。500人ぐらい来られたんですかね、かなり多かったです。で、またね、来年どうか私の企画じゃないんでやるかどうかわからないですけど、またそういう企画してほしいなとは思ってます。はい、次は大盆栽祭りですかね、そういうイベントは。本当にね、今までのお客さんと違ってね、若い人が大勢来てくれたから、はい、大変ありがたかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しそうな VTR が今終わりました。はい。はい。あんなこととか。ありましたね。ありましたね。はい。うろ覚えですけど。そうですね。バタバタして。あれがね、あの人が来たのが何日目なのかってあんまり覚えてない。わかんない。ずっとバタバタしてたんで、でもまあ。楽しい雰囲気が伝わったかなと思います。そうですね。はい、多分個人の盆栽園のイベントとしてあんだけ人来るっていうのは多分全国でもここだけなんじゃない？多分ないと思います。なんで、しかも、本当に半分以上はこれからやってみようとかそういう方だったと思うので、そういうのは一番いい効果かなというふうに思いますね。しかも知ってる方もいろいろこういう談義できたりとか。そういう場になってたみたいなので、うん、そういう面でも良かったかなと思います。そうです。だから教室開放良かったですね。そうですね。うん、大体ここでやられる方はお二人とかの方も結構多かったですからね、うん、親子だったりとかカップルの方だったりとか、うん、そういう方が結構多く楽しんでらっしゃったかなと思います。はい。はい、なんで今この衰退する業界の中でこういうこともできるんだっていうことがあるんで、よその盆栽園さんもやったらいいかもしれないなとかちょっと思ったり、それ商売的にダメか。そんなことないよね。いや、いいんじゃないですか。業界自体が盛り上がればいいと思うけど、うん、なかなかこう人数がわっていてっていうのはなかなか難しいかもしれないんだけど、それはそれでここの良さもあるんで。そうですね。はい、なんか一番いいのはやっぱこのフェスやることであれだね、スタッフ間の仲が良くなるというか。そうですね。うん、まあ最後のね、みんなでバーベキューしましたし、あとはこの3連休になると、まあうち側の話ですけど、うん、土曜日にしか来ない人が月曜日来れたりとか、月曜日の人は会ったことない人たちがいっぱいいるから、うん、そういうつながりが楽しかったりとか、そうね、うち側でも楽しいイベントでしたので、はい、まあまた来年も、同じような時期にできればと思いますし、また違う変わったこともできればいいなと思ってますので、うん、はい、期待して待っていただければと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ別の動画撮ろうか。もうせっかく来たし。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。